上田城と同行を守りきったことで妖魔軍の注意は小田原城からそれつつあった。しかし未だ包囲は厚く救援に向かうことは難しい。そこで芝生らは樹春の地に軍を進めた。妖魔軍の拠点を叩き、さらに注意を引きつける作戦である。樹春城の間近まで迫った時、彼らは激しい戦いの気配に気づく。そこにはひときわ目を引く謎の妖魔と彼に翻弄される三人の将の姿があった。あれは誰かが妖魔と戦っているようですね。どうやら苦戦している様子。救援せねばなりますまい。今は一人でも多くの仲間が欲しい。急ぎ助太刀に参ろう。やってやるさ。強いな。何者だあれは。さて、妖魔の類と見えるが、ただの妖魔とも見えない。何にせよ判断するには材料が足りない。奴の力量、今少し見極めるとするか。俺が倒す。妖魔と戦う一団。急ぎ救援に向かわん。天道寺よ、その太鼓棒を仕留めろ。拾ってやった恩を忘れるなよ。俺の番だ。あらや、あらや、はいはいはい、っと、いささか手が足りぬか。あらや、三人がかりでも抑え込めないと。素晴らしきお働き。やっ、まずくない。あらや、はいはいはい、っと。
心したいものを見つけたら、マサノリを見て、レンケを思い出す。あいつは、どこにいるのか。今こそ、敵対象を見つけた。さあ、我が軍の通行だ。ずいぶん気づいたのに、これは何かあるか。私が場外との援護を引き受けよう。安心して進むよ。お、手伝ってくれんのか。悪いな。まあ、俺らだけでも余裕だったけどな。今だ。飛んで火にいる夏の虫よ。今だ、四天童子、太鼓棒をひねり潰せ。耐えられる。承知した。耐えられる。邪魔なの。かように切削、読めぬはずがない。耐えられる。そんな。耐えられる。邪魔なの。あっさり。耐えられる。邪魔なの。あとは任せた。やっ、くれたか馬長殿。我らも奮起し、勝利へ邁進せん。やれ。主天道寺か、あのような存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。太鼓坊殿、あなたがかぐや殿がおっしゃっていた旋回の同胞でしょうか。いかに。おお、では幼者討滅の方法を。いや、残念ながら見つかっていない。だが手がかりは得られた。貴公らはかぐやに導かれし者たちか。これよりは
私も行動を共にさせてもらおう。俺たちは太公望に拾われた身だ。同じく世話になる。さあ大船に乗った気でいろよ。男福島、この軍の喧嘩奉行を務めんぜ。旬と流しのを取ったようだな。これでようやく小田原城を救援できよう。しかし城主北条氏康殿は幼者出現時に行方不明。わしらが行くまで持ってくれるかどうか。郊外殿、心配は無用だ。あの城は熊姫という猛将が守っているのだ。ほほう、王将の姫君とはうちの姫様のようじゃな。やつと将校ならば気が合いそうだな。意外と一緒にいるかもしれん。姫様、ご無事でおられようか。蓮主様とおっしゃいましたか。あの方の妖術は解けませんでしたね。一体どうすればよかったのでしょうか。蓮主殿は姫様の護衛だ。姫様なら何かをご存知か。報告します。上田城の守りが崩されました。何者かが侵入した模様。城を警備していた部隊とも連絡が取れません。おかしい。四条殿の救援で城は取り戻した。なのに。私も何か異様な気配を感じています。時空がそのねじ曲げられているような。俺たちが紡いできた道に誰かが無理やり介入してきたってこと？はい、おそらくは。そんな、でも上田城は守りの要、取り戻さなくては。時空をねじ曲げる力の持ち主も気になるね。何があったか俺たちの目で確かめよう。過去を変え、芝生と大元気らは上田城を確保した。しかし彼女が再び奪われたとの報を最後に、城の警護に当たっていた兵と連絡が途絶えてしまった。かぐやは上田城の方角に時空の歪みを感じ取り、時を渡って紡ぎ直してきた道に強大な力を持つ者が介入した。その力は上田城の現在を変えてしまう可能性すらあるという。幼者に対抗するための要を失うわけにはいかない。大元気は再び城の奪還を申し出る。時空をねじ曲げるほどの力を持った存在とは一体何者か。討伐軍の面々は状況を確かめるべく上田城へと向かった。妖魔たちは上田城を攻めている。一体ここで何が起こっているのかしら。私にも分かりかねます。ただこの地全体からは歪みを感じます。この世界も外側から投じられた石で、時の大河が波立っているかのような。その強い力が上田城の守りを崩した。そういうことかしら。ここからじゃわからないね。様子を見ながら城の中に入ってみよっか。俺はそんな力を持つ人に興味あるな。心強い仲間が増やせるかもしれないじゃん。
るからには責任を果たさないとね。地上殿の援護で守った。出番だね。取られちゃったんだって。時を超えたり戻ったりってかかったな。ややこしいね。上田城周辺に謎の城が現れました。我らの進軍が食い止められています。炎章はまだ来ないようだ。まあ我らだけで十分に城の周囲の奴らを一掃しろ。上田城の邪魔なんだちが守って、そこに炎章軍が攻め込んでるみたいだ。両校みたいにダッキの罠だと嫌だな。油断は禁物。出番だね。両校ではダッキの策に策を取った。立花の力を示さねばな。コロアイくん、一部隊での突出は控えた。何者が来るか分からない。誰だお前たちは。どこから現れた。はぁ、あ、あれ、どうした。この扉は強い術で閉ざされております。ここを守る方は特別な力をお持ちかと。はぁ、あ、着至極に存ずる。炎章の配下と妖魔どもは引いたようだな。でもまだ安心するのには早い。城の様子を確かめないと。あっちは一段落。あれ、こっちに向かってくるよ。彼らは味方ではないのだ。まさかこの城を守っているの。何に施されていた術が解けたようです。中にいる兵はこちらに。何で本物に向かってくるのよ。倒すしかないよ。コロアイくん、この将来自らの意志で動いているのではない。こいつら一体何者だ。波の将でもありえぬ強さだぞ。出番だ。あの兵たちを操る人はどこ。コロアイくん、この後出番ないみたいだけど。あれだけしっかり守ってたのに、ようやく。まさか遠いところから。出番だね。まだいるのか、しつこいやつ。
ますが、将兵らの士気も高まりました。よっ！見事だ。強化しよう。出番に合わせて。撃ち取った。出番だね。コロアイ君。敵将、私にはかなわなかったな。はぁ、出番ね。一通り済んだかしら。これで上田城を取り戻せたはずだけど、これは時空の歪み。場外に常ならぬ時の揺らぎを感じます。この地の現在は塗り替えるかのような。ほんのひととき留守にしただけでこの有様とは。あの妙な兵たちを操っていたのはあなた？妙なとは心外な。あの士気たちは私の留守中、この地を守っていただけのこと。士気？まさか貴様は阿部の生命？おや残念。せっかく遠い時空を越えてきたというのに、ここでもその名に縛られる。時空を超えて。ああ、ちょっとした散歩だ。貴様があの高名な阿部の生命として、今まで一体どこで何をしていたのだ？元の世界との架け橋を作ろうと思ってね。この地の流脈を見て回っていたのだ。炎章様、こちらです。そのお力で奴らを蹴散らしてください。妖魔と人の共闘は出番だね。この傘、上田城を我らの手中に収めるのだ。ここはあなたたちが守る地だ。迷惑をかけた詫びに私も力を貸すとしよう。屋敷たちに続き頑張ってもらおう。ただもろいかも。すごい心強い味方ができちゃったね。これならきっと城を守りきれるよ。炎章様、お役に立てたんです。共に戦う人もいるのだ。元の世界では あなたはご高名の方のようです。残念です。失礼しました。知らないくらいが好都合だったんだが、なかなかうまくはいかないものだね。なんと鮮やかな戦運び。出番だね。さすがです。兵らの士気も高まりますよ。貴様たちを信じておりました。ご助力感謝します。コロアイ君、貴様、諸
し訳ありません。なんと顔料分集までもやられるんだ。残る将たちよ、皆で私を守るのだ。ほう、なかなかの術者のようだな。出番だね。戦界を探してもそれほどの存在はいまい。あそう、そういうあなたの強い気を持って我が気を読む。人界には力を持つ者がまだいるようだ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。出番だね。城の守りに我が指揮を用いるわ。迷惑をかけたわけで力になる。私の指揮が迷惑をかけた。しかしこの世界も興味深い。ここは私たちにとって生き抜くべき現実。モノミウサならどこか別でどうぞ。悪かった。気分転換に時空を散歩していたら偶然ここにたどり着いた身なのでね。それは散歩なのか。私の感覚ではね。だが龍脈の力を借りても元の世界との架け橋はできないようだ。なのでしばらくこちらにお邪魔するよ。あやかしを倒すならば私の力も役立つはずだ。かぐやよ、我らが歩む道は長く険しいものだぞ。はい、太公望様の足手まといにならぬよう努めます。殊勝な心がけと言っておこう。ことの成否は貴公の双剣にかかっているぞ。馬体殿、お手合わせを願いたい。その変幻自在な技、間近で拝見したいのです。ん、そんなキラキラした目で。今忙しいからまた今度ね。馬体殿、官兵衛殿、顔色が優れられぬようですが、体を鍛えられてはいかがですか。戦場で駒を動かすのが軍師の仕事。武働きは
兵のもっぱらとするところだ。なるほど、役割があるのですな。それぞれの任務を全うすることが肝要か。半兵衛、いるはずのない猫の鳴き声がした気がするが。あ、バレちゃった？ほら、帽子の中だよ。さっき迷子を見つけて拾っちゃったんだよね。くだらぬ冗談。私の玉で遊ばせようと企んではいまいな。あなたは。そうか、ついに。悔いは残るが、精一杯生きてきた。覚悟ならできている。さあ連れて行ってくれ。 K は何か勘違いをしているようだが、私を誰と間違えたのだ。貴様ほど高名な陰陽師が現れようとはな。さすがの私も驚いたぞ。驚かせてすまなかったね。どこを散歩してもそう言われてしまうんだ。当然だ。さすがは運上人、その感覚にはついていけん。呪春流しの出の勝利により、小田原城の包囲にほころびが生じた。豪を煮やした平の清盛が包囲軍を割いてそれぞれの地に差し向けたのである。今こそ好機。竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に光が差し始めていた。芝生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなってる。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。ここからの力仕事は任せてもらおうか。包囲には島津が参加しているか。噂には聞いていたが、本当に妖魔に協力しているとはな。この戦い、橘が出るぞ。あの戦より真意を正す。橘に続け。世界から勝利を戦い取る。行為はまだ開ける。何でも城の広さまでして合流しよう。に任せい。その城を守る。清盛を倒せばいいわ。馬長さんと芝生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。任せよ。へい。親方様の武器を預かってんだ。へい。は。小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんて気なげね。
な。何かいい。あんた休養期でしょ。諦めちゃダメよ、絶対。できました。はっ！マリナ！ミニ
りまくり骨ごと噛み砕いてうぜんどれうぜメスWe'll be right back.
みます。私に任せ。源田の登場は予定されておらん。早々に怪獣記録をなめるなよ。敵将高幸福が討ち取ったわ。横槍を許すと我が輩としたことが退職を見誤ったか。ふう、これで一安心ね。親方様、もういつ帰ってきても大丈夫なんですよ。援軍に来てくれてありがとう。おかげで親方様の留守を守ることができたわ。その未来から来たとかちょっと信じられないけど。わしは信じよう。そのような手札が人にある。幼者との戦は面白い博打になる。私も信じたいな。武蔵さんを助けられるかもしれないし。ま、百聞は一見にしかずって言うし。かぐやさん、お願い。わ、眩しい。かぐや、人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。私は確信している。かの幼者は必ず人界の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの幼者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには幼者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。芝生将軍らは私と共に主天道寺なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの主天道寺こそが幼者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安兵衛将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平の清盛を追ってもらいたい。かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では少々よろしく頼む。